クレーン山の会は今年設立7周年となりました。7周年記念事業として2017年10月14日から10月18日までの4泊5日で台湾のほぼ中央部に位置し、標高が3952の台湾で最も標高が高い玉山への登山を行いました。日本統治時代には明治天皇により富士山よりも高い新しい日本最高峰の意味で新高山と名付けられていました。今回の参加会員は男性8名、女性7名の総勢15名でした。10月14日午前8時40分、羽田発日本航空 JL97 便で台湾の台北に飛び、ソンシャン空港よりチャーターバスで台湾のほぼ中央部に位置するジャンイー県のアリ山に向かいました。高速道路を5時間かけて走り、やっとアリ山国立公園にあるジアンイー県のアリシャンガオフォンホテルに到着。早速第1尾目の夕食会が始まり、乾杯をしました。10月15日一夜明け、第2日目ホテルからチャーターバスでタンタンジア登山口の駐車場に行って、いよいよここから登山開始です。この日は朝からの雨でしたが、登山管理センターでパスポートのチェックと入山届を出し、玉山登山口から山に入りました。約6時間ほど登り、ようやく8合目のペイユン山荘に到着。1日の疲れを癒す夜でした。そして翌朝、山荘の前で記念撮影をしましたが、山頂までは雨が続くとの予報で、ここで登頂を目指すのは断念し、下山を始めました。下山して間もなく雨は上がり、周囲の山々が鮮明に見え始め、遠くの阿里山の山々がきれいに展望できました。
約4時間をかけ、今朝入山した登山口に戻り、今回の山の会の記念事業である玉山国家公園管理事務所の表敬訪問をし、管理事務所の局長に富士山登山協会からの葛飾北斎の富嶽三十六景の版画を贈呈、クレーン山の会からはリーダーの奥平さんから富士山の絵が贈られました。玉山国家公園管理事務所でのセレモニーを終え、日月潭のホテルに入り、記念事業の成功を祝し、夕食会で乾杯の祝杯を挙げました。4日目の午前中は、台湾で最も大きな湖として有名な日月潭の北側の湖畔に位置する学問の神、孔子と武の神、関羽、学費を祀っている寺院、文武廟などを観光し、昼食後はチャーターバスで台北に移動しました。Thank you.